はい、こんばんは、山城と申します。さあね、長いことやってきました、味噌ワングランプリもね、ひとまずね、一区切りをつけようじゃないかということでですね、最後のお味噌をね、紹介して、このシリーズをね、ひとまず締めくくろうじゃないかということなんですけど、やらかしました。この先週になるのかな、一週間前の、生ステをね、見ていただいた方なら、ご存知だと思うんですが、見事に収録データ飛ばしましたね。というかね、収録できてなかったということでですね、今からなんと2本目で撮るわけでございますね。完全な撮り直しでございます。なので、見事なのまでにこのやる気のなさという感じでございますけどね、だいぶ時間もねちょっと空いてしまったので申し訳ないですけどね、申し訳なくはないのか、投稿的にはあの1日後にも投稿になってるか何もあれなんですけど、収録的にはちょっとねバタバタしてて、1週間以上ね、ちょっと空いてしまってるんでね、一気に冷え込んできてね、外めちゃくちゃ寒いんでね、長袖にもなってますしね、いろいろとちょっと条件変わってるんですけど、やっていきたいと思います。これだからね、グダグダですけどね、まあ、最後に紹介するやつね、何かというとですね、こちらでございます。ドンということですね、マルマンさんっていうところの、ね、こんな感じのマーク、ちょっとはより見にくいですけどね、味噌料理ってことですね。老舗味噌屋の伝統味噌だりってことなんですね。あんまりね、聞かないメーカーだな、この辺りと聞かないメーカーだなと思ったら、よく見てみたら、これ味噌だれなんですけど、色がちょっと白いですよね。そうなんですよね。これはですね、どこだったっけ、飯田市にある、長野県の飯田市にあるね、会社さんらしいです。マルマン株式会社さんのところね、当然ね、赤味噌じゃなくて、いわゆる合わせ味噌になってくるのかな。味噌は、そうですね、合わせ味噌みたいですね。ですので、だいぶね、感じが違うと思います。甘口って書いてありますからね。っていうことなんでね、早速食べてみてね、どれぐらいね、その赤味噌と味が違うのかね、まあもう知ってるんですけど、散々ね、ばっこし、作ってね、食べましたからね、見事に取れてなかったんであれなんですけど、その後にご注文言いながら、今日はね、すいません、豆腐もね、ずっと福豊かでって言ってたら、最後の最後のようになってね、その福豊か食べきっちゃったんでね、で、しかもね、時間的にちょっともう三種が閉まっちゃってたんで、とりあえずコンビニで買ってきました。これですね。ローソンで買ってきました。なんかね、セブンイレブン行ったら、セブンイレブンって木綿豆腐がないんですよ。一応せめて木綿豆腐と思ってたんでね。そしたらセブンに、もしかしたら売り切れ取っただけなのかもしれませんけど。で、時間遅いんでね。で、ローソンに行ったら木綿豆腐があったんで木綿買ってみました。結構ね、感じ違うんだなっていうのもあったんでね、そのあたりもね、いろいろと違いを楽しめたらなと思っております。それでは行ってみましょう。さあ、カメラね、いつもの、画角にしましたけどね、こんな感じで。だいぶちょっとサイズもちっちゃめになってますね。もうパパッと食べてね、エビやったこと思います。じゃあね、早速かけていきましょうね。味噌だれね。知ってっからな。だってもう空いてるでしょ。だからこっちも何もないですよ。それ空いてるからね。ちなみにね、これどこで買ったかっていうとね、意外なところでね、芝地方。これの動画、まただいぶ先の動画になると思うんですけど、大王町というところの方に行ってきました。芝市のね、大王町というところの、やった、牛トラなきりっていう、なきり店っていうね、牛トラさんのところでね、実は売ってました。まあ、こっちの方の鈴鹿とかの牛トラにも売ってるんでしょうけどね、そっちの方行った時にたまたま、最近ね、スーパー行ったら、まず味噌だれコーナーどんなんがあるかなって見るっていうのがね、すっかりね、習慣になってますんで、ね、そうしたら、なんか見かけ、まあ、味噌だれがあるなって思って。買ってみたという次第です。口がだいぶでかいのでね、この辺りもだいぶ近いですしね、もうここからの見た目が全然違いますからね、早速かけてみましょう。豆腐がね、ちょっとちっちゃいんで、いつもよりは量は少なくていいのかな。おお、あ、だいぶ固めですね。で、味噌としては、なんだろう、もろみ味噌みたいな色合いですよね。あ、やっぱし、全然色合いは全然違いますね。まあ、今までが基本的に名古屋のね、赤味噌ベースの、ものとかだったんで、これはだいぶちょっと違いがありそうですね。ちょっと楽しみでいきたいと思います。ではね、早速食べていきたいなと思います。あ、ちなみにすいません。もうちっちゃいやつですね、紹介使い切っちゃったんでね、ちょっと、これだけでやってます。すいません。いただきます。さあ、どんな味がするんだろうな。
ちなみに、木綿で買ってきた時は、ほんと、キッチン越しみたいに柔らかいな。でも、まあ、一応、なんか、あんま木綿感は少ないですね。へぇ、こんな感じなんですね。よし。じゃあ、いただいていきましょう。おぉ、あ、柔らかいな。めちゃくちゃ柔らかいね。やっぱし、最近ずっと、福井豊かずっと食べてましたからね。あれ、だいぶ固めでしたからね。あ、うん。うん。あ、味噌甘い。全然甘いですね。うん。完全にやっぱ別物ですね。あー、これこそ、でもやっぱ勝負そうだ。うん。食べてから思い出したけど。これこそそう、あのね、生姜に合うっていうか、生姜の辛みとその甘さが合わさって、あの、最高にね、良かったです。あのね、生姜好きでもね、散々でっかいの食べましたんでね、分かってるんですけどね。そう。だからね、合う。生姜に合うって言ったらね、そう。甘さがとね、その辛さで引き立ってね、いい感じになるんですよ。この最終回のせいで打ち切りになりそうですけど、まあまあ、うちの場合はね、何せね、この、M1 グランプリ、あ、ちなみに、今日、収録日的には、ですから、M1 グランプリがあった日なんでね、もうね、勝者、チャンピオン決まってるところだと思いますね。あれなんですけど、うん。ニュースみんなで多分やってると思うんですけどね。うちはテレビがないですね。M1 グランプリの間、ずっと生してやってましたからね。ということでございますんでね。全然わかりません。ごめんなさいって感じなんですけど、しかもこれの前のやつがあれですからね、どん兵衛ですからね。やべえなぁ。すごいなぁ。でもほんと柔らかいの、全然、木綿感ないけどな、こいつ。ああ。やっぱちっちゃいですから、パッと食べれていいですね。もうご飯、2杯食べてますからね。最近、仕事が終わるのがね、夜中の3時、4時とかだと、スーパーどこもね、開いてないですからね、そう。なかなかね、難しくてね、トライアルとかね、マックスバリュー行けば空いてるんですけど、その、まあまあ、ちょっと距離がありますからね。ちょっと距離があるんだよな。まあまあ、そう、日長じゃなくて泊まりってのがね、地味に効くんですよね。まあ、今回は、追い味噌もなんもなくね、そのまま行きたいと思います。柔らかい。とにかく味は全く違いますからね。本当に同じ味噌というね、分類に入るのかっていうぐらいね、全然、やっぱし、ダントツ甘いですね。味が変わるんで、これはやっぱし、食べ比べ、並べて食べても全然飽きこないと思います。赤味噌系とね。さあ、ちょっとよろしくいただきました。ごちそうさまでした。まあ、てことでね、無事。食べ終わりましたけどね、赤目書いてなかった。食べ終わりましたけどね。いっぱい豆腐食べましたね。まあ、それはね、収録ミスったの、2回ミスった。あれ、ミス、2回じゃないか、1回か。これで収録でミスったんだけど、別の動画でちょっと、同じようなこの、部屋取りのやつでミスったのがあったんで、最近なんか、そういう一本ミスが続いてるんでね、いかんなと思いながらのところではございます。そう、食べ終わったから M1 グランプリって、あれなんですかね。一番チャンピオン決めないといけないんですよね、これ。難しいですね。本番とかも、ね、全然ね、やっぱ写真が変わってくるのが入ってくると、難しいところですけどね、一番は何かって言われたらね、ああ、これは難しいかな。みんな美味しかったってことですね。いや、やっぱね、一番決めるの難しいな。私がね、仕事でね、一緒にね、働いたことがある方なら、絶対、ふざけんなとね、みんな美味しかったとか、そういうのはね、仕事において絶対ダメだよ、とね。優先順位をつけないと仕事ってものは進まないからね、同じだけ大事ですっていうのは絶対言っちゃダメだってね、私散々ね、仕事で部下とかを持つとね、散々言ってね、口うるさく優先順位、作業優先順位とかね、そういうのをね、めちゃくちゃ口酸っぱく言う人間なのに、ああ、一番決めるの難しいから。これなかなかダメなのかなっていうところですね。あれ、せね、全部ね、また、なんか用途によってもまた変わってきそうですね。とりあえずね、冷ややっこでっていうとね、インパクトあったのはやっぱ丸屋さんの嘘はインパクトありましたけどね。ダントツで硬かったですね。あれは、
断トツで濃かったんで、良かったかな。で、冷静に考えてみると、他の料理ってね、意外と小麦を使う、ね、何かしら小麦が入ってくることが多いですけど、冷ややこって、基本的に頑張れば小麦粉フリーでいけますもんね。そういう意味で言ったら、グルテンフリーだった、マルサンさんが、グルテンフリーだったっけ、ね、のところとかも、すると、完全グルテンフリーのね、食べ物が提供できてます。それで、なるほどな、いろいろ考えるってことが出てきましたね。添加物というね、入ってなかった、サンジュースもね、いい感じでしたしね。どうしような、第1回チャンピオンはどうしようかな。やっぱり一応決めないといけないか。じゃあ、第1回、M1 グランプリチャンピオンは、丸屋さんでいきましょう。やっぱ丸屋さんでいきましょう。あれは一番インパクトだったもんな。もしかしたら、書店の人からすると、ね、赤味噌に慣れてない人からすると、あれかもしれません。ちょっと、辛いかなとかっていう風になってくるかもしれませんけど。まあ私の場合はね、もう私の独断と偏見なんで、赤味噌に慣れてる人間ですから。そうするとね、丸屋さんかな。ということでね、第1回チャンピオン丸屋さんでね、決定でいきたいと思います。はい、サムネイルの映像を引っ張ってきます。こいつ、の、というふうになります。こいつって言ったら、丸屋さんなんですね。こちらのお店ですね。示していただきたいと思います。こんな感じでね、まあ、今後はね、特に年明けてからね、ちょっと部屋取り、関連の、簡単なね、ちょっと動画も、ちょっと増えてくるかなと思いますがね、何とぞね、お楽しみいただければと思います。ということで、ひとまず、これで、これは26日か、クリスマス明けですよね、クリスマスをこんな感じで味噌で締めくくるスターステール、今後ともお付き合いいただければと思います。解除しないでね、解除しないでねっていうところもから、決めさせていただきたいと思います。明日からは、新シリーズの、旅先で撮ってきた動画、まあ、県内ですけどね、の動画になりますので、お楽しみいただければと思います。以上です。ご視聴ありがとうございました。